今回のテーマ、子どもの遊びと学び、サブテーマの方が、未来を担う大人たちが育まれる社会とはと。で、これは、子どもの遊びと学びっていうのは今どういう状況に置かれているんだろうとか、あとさらに未来を担う大人たち、いわゆる今の子どもたちがきちんと未来を背負って立つような存在になっていく、そういったのを社会全体でやっていかないといけないんではないだろうかっていうのが我々の課題意識で、そのためにはどういう環境だったりとか条件だったりとかいうのを整えていけばいいんだろうと、そこを皆さんと一緒に議論したいというのがそもそもの出発点です。まず、今日の中で改めて気づいたことは、その今回の震災を機にですね、やはり子どもが変わった、具体的に動き方というか活動が目に見えるように変わってきたというところが一番の大きなポイントで、それに大人がついていけてるかっていうところがやはり課題なのかなというふうに思いました。子どもが育つ環境っていうのは子どもが作れるわけではなくて、その身の回りにいる人々、大人たちが作り上げているもので、まず大人がどう自覚してそこに寄り添うかと。それがやはり、被災地もそうですが、被災地外も含めて日本全体で今ちょっとできてないんじゃないかなと。それに対して、やらなければいけない人たちっていうのは親だけとか学校の先生だけではなくて、もっといろんな地域のおじさんおばさんだったり、高齢者の方だったり、もっとその地場産業の方だったり、もっとこう大きな会社の方たちだったり、いろんな観点の方たちが関わっていかないといけない。その仕組みをどう作るかっていうと、一つはやはりこの東北地域で起こっている支援のモデルをきちんと形にしていくと、そこから他の日本全国へ発信できるんじゃないかなと、その可能性はすごく感じました。実は子どもが社会の中で立派な一員として位置づいて活動できるだけの力を持っていたにもかかわらず、それを生かす場を大人が与えてこなかった、あるいは子どもたちも自覚してなかったのかもしれませんけれども、そういう実態はあるんだというふうに思うんですね。大人自身に余裕がないと、私子どもの声に耳を傾けるのもやっぱりそこまでできないだとか、そもそも大人が自身が自分の声を聞いてもらえていないとか、思っていることを言えていないっていうところの中で子どもの声を聞けているのは結構無茶なことだなというふうに思うんですね。今日参加いただいた方たちの中には、きっと一緒にやっていくよとか、作戦会議を一緒にやろうよって言ってくださる方たちがいると思いますので、まずはそこから始めて、次のこういうことが動き始めてますとか、参加者を募るなりなんなりっていうのをしていきたいなというふうに思っています。